たっちゃんバット短く持ってるわ、いいね。もうタンプロの意識がすごいわ。まあ自分からだよね、まずね、人に言う前に自分から。たっちゃん打席たくさん伝えられて嬉しい俺。もう引退せ。たっちゃん、どうもごめんなさい。なんかさ、寂しいね、いざこうなると。もちろん強い中に好きだけどさ、弱いなら弱いなりにおもろい監督だったなってね。やることなすことネットニュースになる面白さ好きだったな。でも死ぬほど叩かれることもしてたのが事実っていうね。なんとも難しい。うるさいクラスメートがいなくなってせいせいしたと思ったら、次のクラスではいない寂しさに気づく的なね。なんなんだろうな。もう俺もタッちゃんにいつも心奪われてたかもしれないね。まあ一番ダメなのは無関心だからさ。そう、タッちゃんにいつも俺ボロクソに言ってたけど、まあ好きが言うの裏返しみたいなのもあんだよな。まあタッちゃんで優勝できたら嬉しかったけどさ、まあ優勝できないんならね、もう3年連続最下位で退任はしょうがないかなってね。そう、最下位転落したんだけどさ、どういうこと。4月は首位だったじゃん。いつの間にか最下位なんですけど、今年は違うって言ったじゃん。タッちゃん腹立ってきた。まあそんなわけやね、まあタッちゃんいなくなるってことでね、退任試合を行います。これがタッちゃんに対するレクイエムだ。やらなすぎてブロンズ落ちたわ。そして見てこれ、たっちゃんが思い出深い子たちを囲んでみた。一人一人思い出いたのか。わしが育てた岡林、わしが育てたカリステ、わしが育てたタカシ。これすごくない、外野は全てたっちゃんが育てたんやぞ。すごくない。タカシが育てたのは和田コーチがマジレス NG な。そしてバトルフェイス強打、打つ方は何とかします。阿部、打球上がらなくなったビシエド、打球が詰まるアリエル。この二人も打球上がらないらしいから。で、立浪の愛人ワン、ツー、スリーね。まあ、加藤翔平使い方がおかしかっただけだよね。で、立浪の干してる人たち二人。まあ、最近干さなくなったけどね。まあ、この服なんかまだ立浪にはこう見えてますよってね。暗示。レベル1見えてね。で、これダージュン。4番立浪で。まあ、現役時代も数回しかないだろ、4番立浪和義。まあ、めちゃくちゃしやすそうな顔してないか、俺。よかったな、父ちゃん。この9人のうち3人もう竹田だけどね。駆けつけてくれたんだよ、ありがたいね。みんな思い出深い人たちです。でも正直この人たちよりもピッチャーの方がヤバくなってる現実さん。最近燃えまくってるから、あんまりピッチャータッチャー思い出深い人いないよな。そう、打つ方をなんとかしようとしすぎてな。まあピッチャー一人どっか行ったけどな、これ。まあこの辺は別にタッチャー関係ないな、これ。普通に中日純正です。本当はもっとね、もう引退したい平田とかね、打つ方をなんとかします郡司とかね、ブチギレヘッドコーチ春とか、まだまだいたんだけどね。やっぱこのメンツやっぱ外せないって。というところで、さあこちら、たっちゃん引退試合決勝します。引退じゃない、退任、退任試合なんで一発勝負で。正直めっちゃ久しぶりにやるけどこれ。まあなんとかなれやろ、なんとかします。こんにちは、おバカさん。そう、バントマン放送までたっちゃん粘ると思ったけどな。おっせえな、これゴミ箱蹴るぞ俺。あ、来た来た来た、お待たせ。5ヶ月ぶりかねえでやったよこれ。タッチャーの久しぶりにやられたわ。おい、来たー。おー、森下ね、いいね。これごめん、ちょっと、うちの打線強いけどね、ちょっと。まあでも、純正やし、まあ4番、たくさんねし、ちょっと許しほしいわ。ごめん、ある程度デバフかけてるから。はい、来た、おーい。福岡パイパイドームですね。あ、まあ、一番岡林はタッチャーの功績やからね。ほんまにタッチャーには頭上がらんで。まあ、とりあえず、普通に塁で出てもらって。まあ、最初。こういうの大体インハイに来るから、オールギョーゲー。思ったよりブランクやばいかもしれない。たわいな。2番カリスで、カールもタッチャーが育てました。打つ方はなんとかします。テラス競技団出たね。俺にチェンジアップはダメよ、チェンジアップのコマ取るって言われてんだから。でタッチャーのお気に入りタカシ2連発いこうか。こんなバッティングできたんや。これは立浪指導力のたまものね。そして来ました、ここでチャンス食ってあげてね。ちょっと頑張って盗塁して。たっちゃん引退試合で涙ぐんでたし、これ、えい、おいし、これ一塁開けたから、ちょっともしかして敬遠とかしないよな。当たり前だ。まあここで立浪敬遠されたら今日の企画一応、あれだだだだだ、たっちゃんバット短く持ってるわ、いいね。もうタンプロの意識がすごいわ。まあ自分からだよね、まずね、人に言う前に自分から。たっちゃん打席たくさん伝われて嬉しい俺。もう引退せ。まあ愛人が何とかしてくれるさ。まあ中田もな、休み休み使ってあげればいいのにな。ビシエドってさ、
一見つけたら2人も調子が降りた。え、一番打球上がらなくなってるのは中田やん。今のど真ん中サードライナーになる。今村上死にかけただろうな。危ないよほんま。でも1点しか取れなかったよ。そしてどうすんのこれ、もうヒロで任せるしかないな。この先頭バッターを出していきたいところです。代打ですか、誰、いきなり、高津もチベットスナキズなんかもしてるこれ。もう最後めちゃくちゃやな。まあヒロ取れないって普通やると。ここは落ち着いてない。はい、大ちゃんも再生。オッケー、よしよ、よし、セカンドも落ち着いてるね。オースナー、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 フッフー、はい、よし、おいよ、よし、バトルキャッチ強だ。ここ外角ビタビタ丁寧だよなこれ。はい、よしよし、長岡ちょっと審判詰めたな。あれもうそれ白井ならもう大丈夫やね。このこれはもうちょっと2点ぐらい取ればステップじゃないかな。ここでスワローズ守備を変えてきました。立浪隊には妥当だぞ。妥当かもしれんけどね、ちょっと寂しいんだな。きた、打球詰まるかどうか見せてもらおうじゃないのこれ。初球叩くわ、宣言します。マルティネス割と初球のイメージあるからね。そうでもないか。とりあえず一発目いくわ。こういうのね考えてるから。オーレー、初球打ち、この打球はフライ詰まるというか、もうそもそも擦ってるこれ。チェスオーレー、バッターは打球上がらなくてや、セーブ取ってやってくれや。おお、打ちました、高く上がった、来た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 、打球上がらなくなったら一度ちょ壁高っ、壁が高いのか、ビシエフが上がらなくなってきたのか、ちょっと俺が下手なのか分からんけど。そして右打ちの天才、阿部ね。なんか結構中日から貸した選手、軍事はみんなにより4分ぐらいの収まってる。なんでなんだろうな。やっぱ野中打ちそうなんかな。おい、チャンス、ボールすぐやっちゃい。よ、さすが右打ち。振り遅れただけだな、内緒ね。誰も中日のベンチ、もう絹川さん分析しなかった今。これね、はい、いいです。誰これ。今の右打ちした人の誰これ、誰だこれ、バトルタイムリーってか忘れてた、この人がいました。タッチャンならこの人行かないと。ゼロ割ゼロゼロにさ、たっく、なんであの場面で打率2割切ってるやつが代打なのよ。彼もいないからね。寂しくなるよ中日は。寂しさホームランで埋めてくれ。打てなかった分ここで1本打ってほしい。 WBC やったらフルタイム下押しされてんだよ、長野みたいに。1球目打順はつなげつなげ、うい、オーケー、おいよよ、おいよよ、おいしょおいしょおいしょするから、気をつけて、おいよ、もうそもそも関係ねえ、これ来た来た来た、これおー来た、おいしょ、いいよ、オーケー。なんか俺ど真ん中のシュッと打てないんだけど、どうして打球が上がんないんだけど。そしてやっぱりここで回ってくるんですね。彼のタイムリー見せてやりましょうよ。忖度してくれた。引退者のファールボール取らない村田みたいにな。そうそう、引退者のファールボール見逃すのに引退者の甘い球見逃さないなんだよな。このパワーで破壊しますよ。もうブロリーみたいもんよ、乾燥してたもん。また初球取った、このパワーでショート破壊しちゃった。世界一威力のあるショートゴロ。ん、なんだっけ、ああ、中地大体出したんだった。まあでもショートだから、カリステを守備固めしますか。最強の風神ですわ。たーちゃん、カット勝負こうやって使うんだよ。おい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 じゃないこれ、オーケー。一度もレフトショートに飛ぶことなく。けじめをつけよう。よしきょ、はい、ごちそうさまでした。一般通過中島通ってけじめつけましたね。最後の言葉はけじめっていいね、肩着じゃなくて。なんか寂しいね、ちょっともう一回やります。退任試合なんで一発勝負で、ちょっともう一回やります。後日ですけど今。お、結構相手するんじゃろこれ。柳で抑えられるか。ああ、前澤スタジアム。ああ、俺、純正。そんなこと言ったら、これもう中1も純正やからな。やめましょう。よろしくどうぞ。頼むぜ、柳。まずはドラゴンズの先発、柳。何やねん、4勝11敗って。来た、森友や。あ、これ結構やばいかも、ちょっと待って。普通に強えわ。いや、打ちました。あ、ねえ、よしよし。2番、杉本。意外とこの辺なんだよな。こういうのでいいわけ。ありがとう、マイソー。最強の壁がありました。あとカリステクッション上手すぎて侵入性だわ。これは T ポイント追加ね。まあもう T ポイント今年限り有効なんですけどね。あ、これちょっとやばくない、強くない、なんでこれブロンズ1これだって。あかん、やばい、柳田出ちゃった。だからこれ俺純粋じゃねえじゃん。
柳田に魂売りやがって。ここで終わり、ここで終わり、ここで終わり。もう終わりだね。終わり。疑惑の判定。ありがとう、前様。まかりの数作業は柳を変えます。この判断の速さちょっとハレイズム受け継いでるから俺。藤島くん、君に決めた。藤島筋肉でいこう。こう一番やばいな。柳田にこんな急所の少なさいけんのかな。これ、あ、もう終わった。はい、これもう投げられ、ボーられません。なんとかだねー。お、え、お、なんとかなかった。よしよしよし。残念そこは阿部。残素阿部。反撃開始。あ、これもうみんなインハイ投げんだね。まあ打てるかどうかは別として。はい、意外とこういう感じね。ありがとうございました。来るカブトの投げ分けやめて。攻撃時間短いの、いつものチュンチュンキャスこれ。攻撃する時間より守備の時間の方が長いんだよな。謝るならそこ終わるけど。制圧開始や。おい、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 ここ苦手なんだよ。まあ全然あれ WBC でそこ打ってたけど、どこに投げたらいいか分かんないね。はい、あれさ、シャー、オッケー。ここまではいい。ただ打つ方をなんとかしたいとね。頼むぜ、中地。ということで、説はこちら。タッチャー引退試合決勝します。引退じゃねえ、第2位。引退じゃねえ、関係あるかい。中島が打って勝てば、立浪も満足や。始めますけよ。うえ、やれ。お、お、お。23分の1や、これついに。打率0割6分1厘ぐらいだった。ここバッティングカード。あ、充電しろ、定期。一番いいとこで。うわぁ、強打者あるあるね。一本前えぐいファールを打つと次三振するってね。ああ、まあ三振やりました。でもこれ最悪ゲッツやったらグロいね今。ああ、もうそこゴッツァンです。打球が詰まるな。めっちゃ手応えよかったよな。これ延長いったら間違いなく死ぬから助けてくれ。ビシッビシッエンドライン。おお、ゆうゆう、よし、お前もう中地魂の全力疾走。もうこの2人のこんな姿まだ見たかった俺。押されていた高谷、逆襲ののろしや。この男が決めるから龍の未来が。たっちゃん見とけ、これが石川高谷の使い方や。とかスタミナ出せ。ああ、ちゃんと見えてるよそれ。ここ見えてるやつをちゃんと干してたってマジ。次焦って入れてくれでしょ。来るよ、痛烈推薦。なんてすごいんだ。辰巳嬉しそうだったな今。では解散で。キャピョン。たっちゃん楽しかったよ。以上、ここまで旬なるだろ、ついたまで過ごしたらいいんだぜ。ついたまでついてくださいね。